ハンバーグの上にトッピングする材料を作っていきます。まずはじめに大根おろしです。大根おろしはこのようにすりおろしたら、茶こしなどの上にのせて自然と水切りをしておいてください。そして青じそは半分に切っておきます。続いてうずら卵です。うずら卵は皮が剥きにくいので、このように包丁の柄で殻を剥いて使っていきます。フライパンに薄く油を敷いて目玉焼きを作っていきます。トマトは4等分に切ってヘタを落とします。そして薄切りにしていきます。続いてハムです。ハムも4から6等分に切っておいてください。パン粉と牛乳を合わせておいてください。ひき肉に塩、胡椒、ナツメグを加えてよく混ぜます。粘りが出てきたら、ここに卵を加えていきます。肉に卵液を吸わせるように混ぜていってください。卵がしっかりとお肉と混ざって糸が引くようになったら、ここに牛乳と合わせたパン粉を加えていきます。全体によく混ざったら、ここに玉ねぎのみじん切りを加えます。ここが今日のポイントです。玉ねぎは加熱しないで生のまま加えます。こうすることで玉ねぎの食感を楽しむことができます。今日はこの種を15等分に分けていきます。しっかりと空気を抜くようにして丸く形を整えます。今日は小麦粉を振らないので手に油をつけてください。そして丸く形を整えたら中央を少しくぼませて焼いていきます。側面が白くなって裏を除いて焼き色がついたら裏返していきましょう。裏返したら蓋をして5分ほど蒸し焼きにしていきます。火加減は中火ぐらいに落としてください。それではそろそろハンバーグが焼けるのでアボカドを切っていきます。4等分ぐらいに切って皮を剥きます。そしてアボカドも食べやすく切っておきます。もし切ってから時間が経つようであれば、レモン汁を振りかけておいてください。それでは5分ほど経ったので、蓋を開けていきます。ハンバーグがこのようにちょっと膨らんでいれば火が通ってます。これを器に盛り付けていきましょう。ハムと食べやすく切ったクリームチーズ、あればイタリアンパセリを飾っていきます。このようにお好みの具材を乗せてお楽しみください。見た目も華やかで楽しい気分になれるハンバーグカナッペです。お好みの具材を乗せてお子様と一緒に楽しんでみてください。